グロービス学び放題。最近こんな悩みをよく聞きます。頑張っているのになかなか成果につながらない。おそらく原因としては成功確率の低い方法で頑張っている、そこにあるのではないでしょうか。例えば皆さんがお腹が痛いときにずっと頭痛薬を飲み続ける、これでは治る確率は低そうですよね。あるいは大学受験のために本人がお百度参りしかしていない、これも残念ながら合格する確率は極めて低いです。でもビジネスになるとこれに近い確率の低い努力だけに終始している、そういった事例はとても多いです。同じ頑張るのであれば少しでも成功確率の高い方法を取った方がいいですよね。本コースではその成功確率を高くする方法を学んでいきます。ぜひ一緒に皆さんの成果につなげていきましょう。